チャオ、あっちゃんです。第6回、あっちゃんに質問コーナーの第10弾、のお答えしていきたいと思います。ちょっとね、収録に間が空いちゃって、ごめん、ちょっと寒いからこれ切るわ。次ね、誰やったかな、ちょっと待ってね。確かね、前回はシュガーグライダーさんのね、ランボちゃんのお話やったから、その次 FC さんのところから行きたいと思います。では、タイマー行きましょう。ヘイスリ、タイマー30分、30分で切りましょう。30分にセットしました、はい、カウントダウンを開始します、はい。FC さんの質問、あっちゃんは都合悪い時には反対意見など、バカ真面目な人、考えは嫌いと言いますが、自分に不利な状況になるとやたらと法律名や極端な具体例などを出しますよね。そこで疑問に思うんですが、一貫性がないなと。口がうまいですよね。口はうまくはないねんけどもね、の引き続きに、あれ、ここでマルシエさんが書いてくれたのが消えてるねっていうことでね、まあこういうところなんで、まあ、あっちゃんに答えてくださいって言ってることなんで答えときましょうということで、都合の悪い時、まず口はうまくはないと思う、あっちゃんは一貫性がないこともないと思うね。あっちゃんが思ったことをその通り答えてるだけなんで、それはね、取り方とか取りようなんて人それぞれやからね、だからあっちゃんに質問されて、あっちゃんが答えてることをが一番正しいと思ってもらえればね、あっちゃんが答えてんねんから、あっちゃん以外の人とか、あっちゃん以外の人が、想像でこうなんだろうなって思うことはあっちゃんじゃないからね。まずそこを頭の片隅に置いて聞いてもらえれば、一貫性があるかどうかって分かってもらえるとは思うねんけども、まずね、なんていうのかな、質問それぞれ一貫性があるないあるないとか言うけど、なんていうのかな、角度の見ようによったらね、丸に見えるものでもこうやって見たら長四角に見える、こうやって見たら円柱に見えるね、っていうのと一緒で、あっちゃんの考え方を真正面からね聞いて捉える人、斜め右から捉える人ね、歪めて取る人によって捉え方は違ってくると思うんでね、そこでまず捉え方の違いで一貫性がないって思われても、だってこれだって丸いものが四角に見えんやったら一貫性ないよね、こうやって見たらただの丸やんね、四角やんね、円柱やんね、っていうので一貫性がないって捉えてるのと一緒とまず思うとってください。で、都合が悪い時には反対意見など、バカ真面目な人、考え方は嫌いと言いますが、もちろんです。まずね、都合が悪い悪くない別として、反対意見っていうのはあっちゃんが考えていることで、あっちゃんが思っていること、あっちゃんがしていることに対して反対の意見言ってくるんだから、あっちゃんはその反対意見はあっちゃんがやってることに対して逆やから、いやそれは違うよって言って当たり前です。で、あっちゃんはね、まず真面目にものを捉えることが嫌い、一般論でものを話すのは嫌いで、だからそうやってそういうのが嫌いな考え方の人にね、一般論でものを言っても、いやそれは単なる一般論でしょっていう答えしか出ないんね。で、あっちゃんの反対意見言う人に、反対意見嫌いですって、 FC さんだってそうやと思うね。自分がやってることの反対意見言う人に、ああそうですね、私あなたの言ってる意見が正しいですなんてすぐに言わへんと思う。だからあっちゃんに対して口がうまいとか一貫性がないっていうのは反対意見、それ FC さんの意見であって、あっちゃんから言った反対意見で、あっちゃんが言ってみたら逆に一貫性あるよ、口うまくないよって、それって反対論嫌い、じゃあバカ真面目嫌いって、じゃあ FC さんは真面目な人が好きなのかな、じゃああっちゃんね、バカ真面目は嫌いって言ったら反対意見になるでしょ、FC さんすぐに受け入れられないでしょ。自分に置き換えてみたら分かると思うねんけど、だからあっちゃんはあっちゃんの考え方であって好き嫌いだってある。だからまずね、色で言えば赤が好き、でもブルーはあんまり好きじゃないねっていうのと一緒で、
でもブルーの好きな人、赤が嫌いの人もいている。それはね、赤の好きな人に赤を押し付けても、いや嫌いは嫌いでしょ、それと一緒なんで、あっちゃんも嫌いなもんは嫌い、好きな人は好きなものは好き、それでいいんちゃうかな。別にそこは合わす必要ないと思うねんね、うん、だから合わす必要があるんやったら、あっちゃんじゃなくもっと会う人と、会う人の動画を見りゃいいし、会う人とお話しすりゃいい。会わない人を変えようなんていうのはおかしいと思う。だからね、あっちゃんねる見てあっちゃんをこう変えようとする人っていうのは単なるエゴやと思う。逆に言ったら、あっちゃんねるを見てくれてる人にあっちゃんの色に変わってもらおうってあっちゃんが思うのもエゴやと思う。だからね、人それぞれ自分の色があって自分の性格があんねんから、うん、自分が変わればいい、うん、だからあっちゃんねる見て面白くないと思えば見なければいい、面白いと思ったら見てくれたらいい。でも面白く私がしてやろうなんて思う必要もない。でも考え方を変えたら、こういう風な見方したら面白いんだなと思って見てくれるのはいいと思う。だからそれと一緒で、人を変えようじゃなく、まず自分を変えようという考え方からいきゃ、別にね、一貫性がないとか口がうまいとかいう意見は出ないと思うよね、うん、だからまずね、人は変わらないと思ってもらったらいいと思う。で、自分が変わらないと人は、自分は受け入れられることはできへんってあっちゃんは思ってんのね。だからね、別に、FC さんだけじゃなくね、いろんな反対論者を丸め込んであっちゃん流にあっちゃんのファンにしようなんてなんとても思ってない。ただあっちゃんのことを間違ってね、勝手な解釈されてる人には一言二言はやっぱ違うよと、こうだよって言いたいね。それでも分かってくれへん人は、分かってくれへん人も永久に分かってくれへんと思うから、仕方ないってあっちゃん思うからね。別に口うまく人の人を言いくるめようとかね、だからその人に分かってもらうためにいろんなことをね、詰将棋じゃないけどやっていって、一貫性がないって思われるのも別に何とも思わへんし、一貫性がないこともないとあっちゃんは思ってます。はい、まあ、一貫性がないって言われたら、どことどことどこがどうって言ってくれたら分かるけど、ただ一貫性がないって言われてもあっちゃんには分からないです。はい、ごめんね、質問の答えになってなくて。はい、で次、チューリップちゃん、第2回目の質問、りょうくんとひかるくんの名前の由来が知りたいなって、もしこれはみきちゃんと2人だけの秘密っていうなら諦めます、もしよかったらコメントをお願いします。あ、全然大丈夫です。最初ね、あっちゃん、みきちゃんと結婚して子供は女の子が欲しかったんで、だから女の子の名前とか考えてたんで、男の子の名前はあんまり考えてなかったんで、やっぱり夢っていうか、女の子がやっぱりね、まあ、男の子も欲しかったよ。でも上はやっぱり女の子が欲しかったね。どうしても長女が欲しかったね。だから女の子のこと考えてて、女の子の名前考えてた。で、その前にね、中村あっちゃんちの家系はね、男は漢字一文字って代々そうなん。あっちゃんもあっちゃんの弟もそうやし、お父ちゃんの兄弟全員そうやしね。その上は知らんけどもね、一文字、漢字一文字やね。だからあっちゃんも一文字のはずやし、弟も一文字やねんね。妹は三文字やね。女の子は関係ないね、なんか知らんけど。だから女の子の名前考えた時は二文字で考えてたね。いろいろね、二文字とか、なんか、まあ、可愛い名前考えてね。でエコーを見てもらったら、なかなかね、量が性別わからへんかった。でもう生まれるちょっと前ぐらい、何ヶ月やったかな、6ヶ月目かなぐらいかな、7ヶ月目かな、忘れたけど、ちょっと後の方でやっと、うん、男の子やねってなって、慌てて男の子の名前を考えなあかんようになって、うん、それまで考えてなかった、うん、もし考えてて男の子より男の子になったらね、運命が変わったらあれやから、女の子が生まれるっても思いながらね、願いながら女の子の名前考えたね。でそこで男の子で、やっぱり日々の名前の響きとかもあるし、画数、文字数ある。あと男の子と女の子って、女の子って結婚する、嫁いでいって名字が変わるパターンが多いでしょ。男の子はどっちかって、まあ、変わる人もいるけど、変わらへんパターンの方が多いから、中村っていうね、画数、やっぱり四柱推命とかいろいろ気にするから、そんな好きやしな、ね、ちゃんもみきちゃんもね、だからいろいろ画数とか考えたね。で名前ってこう名字、名前があったら名字の画数でどういう運命、名前の画数でどういう運命、名字と名前足してどういう運命、名字の上と名前の最後足してとか、後と頭足してとか、こことここ足したり、ここと足したりとかいう数字でいろんな運命とかが出るからね。そんなんも全部ひっくるめて画数へあった上で文字を決めよういう話でいろいろ考えてた。でいろんな候補があったんね。でその中でもやっぱり名前の由来として、りょうは
長男として生まれてくるときにかっこよくクールで、ね、こうイケメンに育ってほしいなと思うのがあって、涼って涼しいっていう字をつけたんね、うん、まあ、だから先に漢字とかいろいろこう上げていったんで、うん、その中で涼っていう字で響きも涼っていいよねっていう話で、で涼になった、まあ、クールでかっこよくっていう感じで、ね、まあ、今もねちょっとクールでちょっとね、なんだツンデレなお兄さんに育てました、育ちました、はい、で光は、ね、やっぱりね、まあ、次男ってちょっと違ってやんちゃくれなイメージもあるし、でね、ちょっとねみんなの前で輝くキラキラ輝く光のような太陽のような子でいてほしいから光ってつけたね。で光っていう字も光っていう字ね、光っていう字、あれが画数からいくとねすごい良かったんで、うん、こんな感じでつけたね。でこれもね、名前何にしようって二人でせーので言おうかってみきちゃんとせーのって言った時、りょうって二人とも同時にりょうって言った。光の時もせーので光るってなったんで、女の子の名前つける時にね、候補が何ぼかあったんで、女の子の時もあっちゃんはね、可憐の霊、綺麗の霊に、奈良の名で、レイナっていう名前つけたかったんで、レイナとかね、レナとかレイナっていうのね、とかあと ルカっていう名前とかね、それもねミキちゃん女の子やったらねレイナってつけたいなって、私も思ってたってミキちゃんが言って、で次光の時にまたレイナっていうのをね頭あったけど、寮につけようって上の子につけようとした名前をまた下の子の時につけるのもちょっとあれやから、ね、下の子の名前変えようと思って、下の子も女の子やと思って名前まだ考えたらね、その時も考えて、私も考えて、じゃあ同時に言おうか、せーのルカってなったもうそれぐらいね二人で同時に、うん、で字も一緒やったんで考えてたんが、うん、二人ともねあっちゃんとみきちゃん考えること近い同じやったんやなと思って、その時も、うん、なんかほら夫婦でなんかクイズやるやん、離れて好きなものとかいろんな連想クイズした時に多分バッチし合うと思う、商品取れるやろなって笑いながら言ってたよね、うん、そんな感じでね2人の名前はこんな感じで考えてた、うん、です、はいこんな感じでした、はい、で次ちゃんみきさん、長っ、はい、ちょっと読みます。あのさ、言葉遣いに気をつけろって言うけど、あっちゃんねるさんはどうなの？自分ができてないことよく人に言えるね。てかさ、あっちゃんねるさんって人に叱られたり怒ったり したことないの？あるよね、あります。その時は言葉遣いなんて気にせず怒ったり怒られたりするでしょ、するよね。うん。荒げた口調や嫌味なことをここにコメントする人たちはあっちゃんねるさんに怒ってるのよって、別に怒られることしてないよね。なんか迷惑かかったっけ、うん、あっちゃんね、視聴者さんに迷惑かけたことしたかな。いろんなねこと言ったりする、でもみんなには迷惑かけてないと思ってんねん、うん、好き勝手言ってるし、あっちゃん言葉遣いは悪い、最初からあっちゃん言ってるよ、あっちゃんの言葉遣いは悪いよって、うん、であっちゃんは一方的配信者やから、あっちゃんの喋り口調で話するからって、うん、だから言ってるけど、それに対して怒ってる人っていうのはいてんのかな、何か怒らしたかな、なんか迷惑かけたっけ、迷惑かけてないと思うんだけど、もしあっちゃんから迷惑かけたんやったら謝らんとあかんから、こういうことで私に迷惑かかったって言ってくださいね、うん、だから怒られる筋合いはないと思うねんね、うん、だから今でもねちゃんみきさんのあのさーってちょっと違うと思うよ、うん、配信者と視聴者さんの間でそういう言葉遣いをね、うん、だからで、あっちゃんはね、まあ、前からも言ってる通り女の子になりたいけど半分男やねんね、口調がおっさんだから半分少女半分おっさんやねんね、でもね視聴者さんね今 88% 女性やねんけど、女性としてその言葉遣いどうかなってあっちゃんやけど、あっちゃん半分おっさんやから言葉遣い悪いところもありますでね、 OK やってあっちゃんはそこは思ってるし、でね配信者であってね、いつも言ってる通り、あっちゃんねるは、ドキュメントでもなく、ドキュメントでもあり、あ、なくじゃなく、ドキュメントでもあり、なんだ、
エンターテインメントでもあり、メルヘンなチャンネルでもあり、ノンフィクションでもある、好き勝手やってるチャンネル、それが YouTube やったちゃうもの。YouTube が全て全部ドキュメントな人っていてないと思う。YouTube なんて全てみんな作り物だってさ、なんか食べて、うわー美味しいなんて普段言わへんやん。うまっ、終わりでしょ。それを YouTube でやるときは、うわー美味しい、これすっごく美味しいよって伝えるのが、やっぱりね、ちょっと誇張表現してみたりとか、うん、ね、食べて、パクパク、まずってぶち投げたり、あ、どっか行くと思った。ぶち投げたり。してるチャンネルさんもいてるでしょ。あれもエンターテインメントだと思ってる。だからあっちゃんの喋り方も、ね、口が悪かろうが優しい口調を使おうが、それがあっちゃんねるの、視聴、なんだ、配信者としてのね、言葉遣いやと思うけど、視聴者さんはね、ただ言ってみたら画面を通して見てるだけの人やねんから、見てるだけの人がそういう言葉遣いをすることで自分の格好を下げちゃってると思うのね。あっちゃんは別に自分の格を下げようが上げようが、それは視聴回数に跳ね上がってくること。だからあっちゃんねるをみんな嫌やって 見ない人が出てくるっていうのは、あっちゃんの口調が嫌とか顔が嫌、見た目が嫌、喋り方が嫌、トークが嫌、なんだ、まあいろんなネタ繰りが嫌とかね、そういうので嫌になる人は見ないと思う。でもそれを見てくれる人っていうのはファンの方やってあっちゃん持ってるくれもら持っ て,、持ってんのね。それがあっちゃんのこと嫌だ、嫌だと思いながらみんなもね、嫌いは好きの裏返しっていうからね、あっちゃんはファンの方やって思ってるのね、見てくれてる人は。だからそこで視聴回数に跳ね上がってくるのが、みんなファンやと思ってくる。そのファンの人がね、あっちゃんの口調がどうであれ、食べ方がどうであれ、ね、髪の毛がくちゃーんってなってようがね、ロリータ着て、もうええ年越えてロリータ着てようがね、うん、ね、ポロリンしてようがね、ごめん何してようがね、ね、そんなそれでも見てくれるっていう人はファンの人やと思ってるのね。嫌な人はもう見ないと思う。だから見てくれる人はみんなファン。だからあっちゃんがどんな言葉遣いしようが、どんな態度取ろうが、うん、ファンの方に暴言吐こうがね、うん、それでも見てくれる人はファンやと思う。でもそこで見てくれてるファンの人がね、自分の、まあ、言ってみたら本名じゃない、ハンドルネームであったとしても、ハンドルネームっていうのは、自分の分身みたいなもんやと思ったらね、その分身がね、自分の格を下げちゃってんのね。言ってみたらあっちゃんはみんな視聴者さんの前でこういう暴言を吐く、もう平行いたとか、お前らバカだとか、ふざけんなとか言ってもね、うん、だからそれがね、女の子になりたいあっちゃんはそういう言葉遣いせえへんけども、普段も、普段じゃない、今まで何年間、十何年間、二十何年間生きてきた中でね、おっさんの時代もあったからね、おっさんの言葉遣いしても当然やと思う。でそれであっちゃんっていうのはね、成り立ってるから、リアルであっちゃん知ってる人はこういう喋り方なんやって知ってるからね、うん、それをみんなの前でさらけ出すことっていうのは別に何とも思わない。でも逆に言ったら、普段ね、子育てしたり、ママ友とお話ししたりね、あとお友達とお話ししたりするリアルな女性の方がね、あのさとか、なふざけんなよとか、なんとかじゃねえとかね、そういうね、お前とかね、そういう言葉遣い、汚い言葉遣いをすることでね、うん、汚いこと、言霊って言ってね、言葉には魂が備わってんだけど、そういう魂をね、になってほしくないなってあっちゃん思うの。だから、言葉遣いね、あっちゃんはやってもいい。でも、視聴者さんはしてほしくないわけやねんね。そうやって自分の格を落としてほしくないなって思います。はい。で、その続き、荒げた口調や嫌味なことをここにコメントしていた人たちは、あっちゃんねるに怒っているの。なんで怒るかわかる、わからない。はい。で、そこで、あっちゃんねるさんなら、いつか分かってくれる、きっと素直に反省して改めてくれるって信じてるからなんだよって、少なくとも私はそう思ってる。嬉しいです。だからね、ちゃんみきさんは、あっちゃんのファンの人やと思うのよ。あっちゃんに良くなってほしい、分かってほしいって思う気持ちが、ね、そうなったんやってあっちゃん思う。だからこそひどい言葉遣いしてね、自分の格を下げてもらいたくないの、ね、で、あっちゃんはね、前、あ、この後ろに書いてくれるけど、夏のお祭りに行くからお祭り動画アップするねって楽しそうに報告してきたあっちゃんに、ちゃんみきさんはね、お祭りは人がたくさんいるし、周りの人が映るからカメラ回さなくていいよって言ってくれてたん知ってる、覚えてる、うん、で、
動画のことは忘れて楽しんでおいでって言ってくれた、覚えてる覚えてる、うん、で案の定誰かの顔ががっつり写ってる動画をアップしてたって、私は写っているのがモザイク確保してあげてって言ったけど聞いてくれなかった、それどころかモザイク確保しないのはあっちゃん流だって言い出すし、もうさいい加減へりくつばっかり言ってないで反省しろよ、うん、確かにね言い分もわかる。でもねお祭りの楽しさって何？花火が綺麗からお祭りじゃない。お祭りっていうのはね人が楽しむスペースなのね。だからあのあっちゃんねるの、あっちゃん の, あの花火のばあちゃん映ってたばあちゃんアップになってたと思う、あっちゃんの真後ろのばあちゃんの顔をもう一回見直してもらうと分かるけど、ものすごい笑顔になってたと思うねんね。それは何か、お祭りの楽しさを伝えるために周りの人の顔が映り込むっていうのは、お祭りの楽しさをね伝える 100% 伝えることはまあできへん。周りの空気とか音雰囲気、だから花火なんかで花火のドンっていう音がドンって体に響く、そのもう振動から匂いから全て伝えてお祭りの楽しさやねんけども、そこまで伝えることはできへんけども、周りの人にモザイクかけんのとかけへん、それだけでお祭りの楽しさは半減しちゃうと思うの、伝えることに対してね。へりくつではなくね、ごめんね、あっちゃんはねそうやって、エンターテインメントでもありドキュメントでもありって言ってる通りね、やっぱりねあっちゃんが楽しめるチャンネルがあっちゃんねるでも、あっちゃんが楽しい周りの人も楽しい、楽しいことを伝えるには何か周りの人の笑顔も、それやと思う。だからご飯食べてる時なんかやったら笑顔とか関係ないけども、後ろの人が映り込んでる、その時は時々ねこの前この動画撮ってるのはあの牛タンの次の日やからやねんけど、ね、牛タンあげた日やねんけど、牛タンの時でも後ろからいぶかしげな顔してなんだこれみたいな顔して見てる人がいてる、あの人多分ね一人でカメラ見ながら喋りながら撮ってる人いて、なんだこれと思って見たんやと思う。それはその人の不思議な、なんだこの人、あもしかしたら YouTuber なんかなみたいなね、そうか一人で動画撮ってる自撮りしてる人なんかな、うん、とかって思ってんのか、ナルシーやなって自分の自撮りでご飯食べてるとこ動画に残す人やなんなと思ってるのかもわからない。でもその人はその人なりの考え方があるけども、映りたくなければカメラが気づいた時点でその人はそっぽ向いてると思う。でもそうじゃなくずっと見てた、 見ながら撮ってたでしょう、うん、いうのは、別に映りたくない。逆に言ったら映りたくない人はね、あっちゃんねゼロじゃないの、撮っててすいませんって私今カメラに映ってんけども、それの動画って何かに使うんですかって声かけられた人もいてんねん、うん、それいや実は私 YouTube やってるんですけども、 YouTube でこうやって動画配信してるんですけども、映り込んだらまずいですかって言ったら、いやそんなこともないですって言ってくれる人もいてる。で私恥ずかしいからその動画出さないでくださいって言われた人もいてる。それはカットしてますやっぱり、うん、まあ、そんな感じでね、嫌な人は嫌って言ってくれると思う。どうしてもねその言えへん人っていうのはね、もしそれが言えへん人っていうのはその人はその人の人生やと思う。だからね世の中幸せも不幸もね、自分が手出すか出さないか、やるかやらないか、そこでやらないっていうのは、ね、もし動画に映って嫌だなって思うだけで終わる人っていうのは一生そうやと思うから、あっちゃん人に伝わらない人生を送ってるから仕方ないその人はってあっちゃん思う。だからあっちゃんももしねなんか動画やっててって映りに行くタイプ、どっちかって言ったらカメラ回ってたらなどこの曲みたいなタイプでも、なんかってやもし顔をここにねこけたりしてこう毛があったとか、映りたくない時もあるやん。あ髪の毛がもうパッソン飛んでて、いやこんな恥ずかしい、こんなんでやっちゃう動画っていうかね、テレビに出たくないっていう時は、すいません私ちょっと映りたくないんですって言いますカメラにね。だからそうやって言ってくる人はあっちゃんカットしようと思うし、モザイク入れるかどうかしようって加工はするけども、言ってこない限りその人は認めてるってあっちゃんは思ってんねんね、うん、だからそう思ってます。でちゃんみきさんね、あっちゃんさっき誰かの動画でも言ったと思うんだけど、人をね変えようと思ったって変わらないのよ、自分が変わるしかないの。だから人を変えようと思って一生懸命ね何かものを言ってもね、その人は変わらない。変わらないことによって腹を立てること自体もうナンセンスやし、すごい無駄なことやしね。そうやって変わらない変わらない変わらへんから腹立つっていうのはね、勝手に自分が腹立てることだけで、あっちゃんは腹立てることなんて何もしてない。自分の生活の一部
を変えずに普通に生活してるだけ、それを変えさそうとして腹立てるっていうのは、勝手なその人のエゴやとしか思わないよね。だから、そうやってね、人にあっちゃんに腹立ててね、怒ること自体無駄な時間を過ごしてると思います。だからね、もう一回ね冷静に考え直して、いやもうあっちゃん変わらへんからダメだと思ったら、あっちゃん悲しいけども、ちゃんみきさんとはここでお別れになっても仕方ないと思う、でもあっちゃんに言っても変わらへんじゃなく、あっちゃんはあっちゃんなりの放送してこういうことやってるんだと思って見てくれるんやったら見てくれたで嬉しいし、これからも応援してくれれば嬉しい、分かってくれれば嬉しい。でもそれに対して怒られる筋合いもないし、あっちゃんはあっちゃんなりのやり方をやってきた中で、誰にも迷惑はかけてないと思うのね。それでもしその映ってたばあちゃんでも迷惑やったら、前に、すいませんってカメラに私映ってるけども、ちゃんとこうやって今見てもね、ここにカメラがあるので、ここにモニター映ってるの、だからあっちゃんから見たらモニター自分が映ってるの分かるのね。だから後ろにいてる人なんか絶対自分入り込んでるの分かるから、私そこに入り込んでるけど、それ私のところを撮らないでくださいって絶対言うと思うのよ。言わへんっていうことは認めてるって思うからね、でないと、ダメやと思う。だから自分が変わらんと、だからその人ももし映してほしくないのに映り込んでて嫌だなと思ったところで映りたくないですっていう主張しない限り変わらない。だから、自分が変わらない限り周りは変わらない。周りを変えようなんてしても絶対無理やってあっちゃん思います。今後ね、あっちゃんだけじゃなくね、ちゃんみきさんね、すごくね真面目でいい人やと思うね。だからすごいね、いい人やと思うからこそこういうところで腹立つんやと思うね。あっちゃん結構いい加減な人やからね、こう人がねもしそういうことしてても、ね、嫌なら嫌って言うやいいし、嫌じゃなければスルーでいいと思うね。そういう性格やから、ごめんなさい、こういうところで怒られること自体あっちゃんにはわからないんです。ね、っていうことです。分かってもらえたでしょうか。分からなかったらまた質問ください。エリーエッジさん、はい、こんにちは、はじめまして、質問します。はい、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。りょうくんとひかるくんは睡眠時間は何時ですか？学校がない日は何時に寝てますか？ひかるはね、最近ね、だいたい10時半から11時に寝るのね。で朝7時ぐらいに起きるから、6、7、8時間ぐらい寝てます。はい、で休みの前の日はね、最近でもね、休みの前の日もね、11時ぐらいって眠くなって寝るみたいやけど、時々遅くまで起きててね、もう12時ぐらいになって寝てるね。前はね、もう1時2時まで寝へんかった時期もあるのね。でもやっぱりね、夏休みとか長期休み入るとだらけちゃうから、時間こう逆転してね、まあ昼まで寝てても、あっちゃんも言わへんのもあんねんけどもね、昼まで寝てて夜寝れへんっていうのも続いたりね、そんなんで崩しちゃうことあるから、今はね元戻って11時ぐらいに寝て朝7時に起きるようになってんねんね。で冬休みはそこね崩さないようにあっちゃんちょっとしていってあげようと思うねんね。でもちょっとね、親の監督冬来た時なところもあったと思うからね。で寮は結構ね寝んのよ、あの子。だから夜寝へんかったら昼寝したりして睡眠時間はとんねんけども、中学校入ってからもね11時ぐらい寝てたんね。それがやっぱり寮もね、期末中間の時勉強3時4時とかまで勉強するから、そんな夜3時4時まで寝へん時もあるし、逆に、早く寝る日もあるのね。だからその辺はちょっと、バラバラっていう感じ。でも寮もね、だいたい睡眠時間は7時に起きるから、普段だいたい12時1時とかに寝るから6時間7時間は寝てる。だいたい12時ぐらい寝ます。ということで、ヒカルが帰ってきたんでね、ちょうど今何分かな、28分、あと2分ぐらいでタイマーが鳴るから、次はカイト99さんのところを次回、第11回から行きたいと思います。はい、今回ちょっとまたね、3人ぐらいしか答えられへんなんかな、3人4人4人ぐらいしか答えられへんかったけども、この辺で、終わりにしましょうかっていうことで、でもね、朝からちょっとね、他の動画撮ってて撮れへんかったからね、あれだけども、
と質問困難ね。でもしね、あの質問の答えでちょっと納得いかへんなってことだったら、この質問欄のコメントに書いてもらってもね、お答えできへんかもわからんから、その時またね、第6回質問コーナーの、募集のところは承認制じゃなく全公開にしてるから、そこにくれてもいいです。ただ、NG ワードとかあるとどうしても消しちゃうんで、NG ワードはできるだけ省いてください。NG ワードはあっちゃんの個人情報、個人名とか年齢とか、あっちゃんの家族のこととかね、いろいろ、まあそういうことはできる限り書かないでください、そういうのはもう消しちゃいます。はい、ということでね、あっちゃんの質問コーナー第6回の第10弾、この辺で終わりにしたいと思います。はい、なかなかね、今回第6弾ね、質問がめちゃくちゃ多いのよ。まだまだ終わりそうにないぐらいね、質問で、質問にまた質問が増えてきてるんでね、早くお答えしたいなとは思ってます。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと、終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。